メローネよ、この山いくらだったよ。2000万リラだな。安いな。おい、ギアッチョ落ち着け、金の話は後だ。ポルプは賭博を仕切って、うわうわ麻薬を扱う連中も大儲け。だが俺たちヒットマンチームにはボスからの報酬だけ。納得いかねえぜ。俺らの実力は組織ナンバーワンなのによ。もっといい目を見て当然なのによ。おいおい、またかよ。お国主はどこのドイツだ。額縁この辺りのはず。わしの車。私の車盗まれたの。あれはメローネのバイク。奴らをとっ捕まえるために根掘り葉掘り聞き回るって言葉よ。根を掘るってのはわかる。すげえよくわかる。根っこは土の中に埋まっとるからな。だが葉掘りってどういうことだ。葉っぱが掘れるかよ、クソが。どういうことだ。葉掘りってどういうことだ。舐めやがってクソ。おいメローネ、ぶっちゃらってもどこにもいねえぞ。消えてんのか。もしもし、メローネもかよ。くせ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 が。え、もしもし。フランスのパリってよ、英語ではパリスって言うんだが、みんなはフランス語通りパリって呼ぶ。でもベネツィアはみんなベニスって英語で呼ぶんだよ。ベニスの商人とかベニスにシスとかよ。なんでベネツィアにシスってタイトルじゃねえんだよ。舐めてんのか。イタリア語で呼べ、イタリア語で。くそー、ムカつくんじゃ。コケにしやがって、ボケが。ち、あれがメローネの言っていた新入りの能力か。しかし逃がさねえ。飛び込んでみなよミスター。おめえの泳ぎが速いか、俺の氷が速いか、かけてみるのも悪くねえ。捕らえた。岸まで成長しなくて残念だったな。超低温は静止の世界だ。低温世界で動ける物質は何もなくなる。全てを止められる。俺のホワイトアルバムが完璧なのはそこなのだ。荒まく海だろうと止められる。その気になりゃね。早く岸に這い上がるんだミスター。ホワイトアルバム、ジェントリーウィップス。ミスター、すでに空気の凍った壁を作っていたぜ。スタンドのパワーはかなり使うが、もう何者だろうとこのギアッチョにボルトなんぞ打ち込めねえようにな。俺の周りに来れば全て止まる。これはお前から学んだ教訓だミスター。コンピューターのディスク、やはりお前らが手に入れようとしていたのはボスに合う方法だ。やったぞ、これでボスの正体を暴きに行けるぜ。そして残るはトリッシュだ。てめえらを始末してからや。来い、無駄なあがきをしにとどめを刺されによ。おめえら理解してねえようだな。超低温で空気は凍ってんだぜ。こんな風に凍って固まらせた空気の塊をスーツの中に入れて溶かせば空気は元に戻る。こうやって取り込めばボンベを背負ったダイバーのように空気の穴なんて必要ねえんじゃねえか。穴が、弾丸が弾かれちまった。6発も覚悟はできてるんだろうな、ミスター。終わったぜ。首から出た血を凍らせて柱のように固定した。これ以上破片が食い込まれねえようにがっしりと。これ以上食い込まねえようにな。それによ忘れてねえか、最後に撃った弾がまだ頭に